神尾上図電株式会社は大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。大手電力会社の大道電力と三井財閥に属する三井鉱山の共同出資により1922年に発足。人通川水系にて電源開発を手掛け水力発電所を運営した。また軌道を経営する軌道事業者でもあった。 1942年に解散。神岡水電株式会社は、当時神岡鉱山を経営していた三井鉱山と木曽川などで電源開発を手掛けた大手、電力会社大道電力の共同出資によって設立された電力会社である。1922年8月に設立。三井鉱山によって建設された水力発電所を神岡水電が譲り受けて運転する。 という形で、岐阜県北部から富山県にかけて流れる神通川水系の河川にて電源開発を進めた。最終的には3カ所、出力合計3150キロワットの発電所を運転し、年間約2億3100万キロワット時の電力を発電した。発電した電力の内上岡工業所の必要分は、低廉な料金で三井鉱山に供給し、 余剰分は大道電力へと売電した。電気事業のほか軌道事業も営み、上岡軌道を運営して、上岡工業所の物資輸送などに従事し、両事業を通じて年間約60万円の利益金を上げていた。しかし日中戦争下において、電力国家管理政策が強化されると、1941年に事業の柱であった発電所2カ所に対して、 国策電力会社日本発送電への出資が支持される。翌1942年9月には残る発電所1箇所と軌動事業を三井鉱山へと譲渡し、上岡水電は解散した。上岡水電から日本発送電へと出資された2箇所の発電所は、その後、戦後日本発送電が解体されるにあたって、北陸電力が継承している。 上岡工業の亜鉛製錬所岐阜県北部の日田地方に位置する上岡鉱山は2001年に採掘が中止されるまで亜鉛、炎鉱山として栄えた鉱山である。三井グループに属する三井金属工業が創業していたが1986年に古会社上岡工業が設立されて鉱山経営に当たるようになり採掘終了後も同地で引き続き亜鉛の製錬所を創業している。 三井グループによる上岡鉱山の経営は、1873年に当時の三井組が一部鉱区を取得したことに橋を発する。以降、三井組は順次買収などにより、鉱区を拡大し、1889年に上岡鉱山全体を焼中に収めた。1892年には三井鉱山合資会社、後の三井鉱山株式会社が設立され、鉱山経営は、 三井組から同社に移る。三井金属工業による経営となったのは1950年に石炭、金属料部門の分割により、三井金属工業が成立して以降のことであり、従って明治から大正、昭和戦前期を通じて、上岡鉱山を経営したのは三井、鉱山株式会社であった。三井鉱山の経営となった上岡鉱山では、 1894年3月に初めて発電設備が設置され、夜間の工場照明が石油ランプから電灯に切り替えられた。この電灯電灯は、上岡鉱山のみならず、岐阜県全体で見ても初めての電灯導入事例であった。これが上岡鉱山における電気利用の第一歩であるが、この時点ではまだ電気は動力としては使用されず、1897年の 導入成功以降ペルトン水車が明治の末期まで先行、精錬などの動力源として用いられた。ついで1905年、精錬所の移転に合わせて出力5キロワットの小型水力発電所が設置された。やがて鉱山の外、船津の町においても民間の船津電灯という会社の手によって1910年から電気の供給が始まる。同社は供給に余力があったことから、 上岡鉱山はここから2 6ットの電力を受電することになり、機械動力の電化が始まった。生産の増加に高をして1917年には、出力2 4 0ットのワリー酒発電所が完成。同発電所の完成により、導入がすでに始まっていた空気削減機に電動空気圧縮機が使用できるようになり、機械による鉱山採掘が本格化した。 1919年には出力8 0 0ットの土発電所も建設されている。旧上岡町内を流れる高原川以上のように、明治時代から三井鉱山が利用してきたのは、あと津川など、上岡鉱山の麓を流れる高原川の支流に当たる河川であったが、大正時代、第一次世界大戦が収束する頃になると、高原川本流の開発にもめが向けられるようになる。 その契機は、低心省による水力調査であった。神通川を含む飛騨山脈を水源とする水量豊富な富山県下の諸河川は、明治末期以降に水力発電事業が本格化するとその敵地として、業界の注目を浴びていた。低心省においてもこれに着目し、臨時発電水力調査局を置いて水力調査を進めた。同局が1914年、 時の大熊内閣により行政整理の一環として廃止されると三井鉱山は神通川、黒部川などの調査を担当していた技師、田中義正を定新省から迎える。田中は定新省の了解を得た上で担当していた河川に関する調査資料を入社した三井鉱山に提供したことから三井の水力発電計画は急速に具体化しその後数年間にわたる 水量測定、気象観測、地形測量を行って、三井鉱山は、神通川水系並びに黒部川水系において、水利圏を出願した。出願地点は、神通川水系では高原川4地点をはじめとする、敬語地点、黒部川水系では、敬語地点であった。高原川及び、黒部川における、水利圏を出願した三井鉱山であったが、 黒部川の開発は実現しなかった。これはアメリカ資本の導入によるアルミニウム精錬を企画する高峰上基地が推理券の競り願い者として現れたためである。この競り願いに対して政府当局は三井鉱山に高原川、高峰川に黒部川の推理券をそれぞれ許可する意向を示したことから電力の提供を条件として1918年に三井鉱山は 黒部川における水利権出願を撤回。黒部川の水利権は高峰らの東洋アルミナムに許可され、以降、同社や1928年に同社を吸収する日本電力の手によって黒部川開発が進むことになる。黒部川の開発を断念した後、三井鉱山は出願していた高原川4地点における水利権のうち、 高原川第四水力の水利権許可を1919 19年7月に取得。この許可以前に、あと津川など高原川支流にて4地点の水利権を得ており、これで全ての発電所が完成した暁には3万キロワット以上の発電が可能となった。だが、高原川第四水力の出願目的であった亜鉛の電解精錬は品質上の問題から、 断念されて実現しなかった上、土台一発電所が完成して鉱山への供給も間に合っていたため、上岡鉱山では大量に電力を消費する需要は存在しなかった。このことから三井鉱山は開発にあたって余剰電力の販路を確保する必要が生じた。こうした中、電力の販売先として浮上したのが日本水力株式会社である。同社は、 三井物産出身の実業家、山本城太郎や関西の電力会社大阪電灯京都電灯によって1919 19年10月に設立された新興の電力会社で関西への電力供給を計画していた。三井鉱山は、この日本水力との間に高原川開発の共同経営と最大4万7 0 0 0ットの電力販売を契約。日本水力は、 岐阜県の船津から富山、金沢、福井、鶴ヶ、琵琶湖西岸、京都を経て、大阪へと至る長距離送電線の建設許可を得ていたので、この送電線を利用して、発生電力を関西へと送電することとなった。関西への送電線建設に至る前に、日本水力は、福沢桃助率いる基礎電気工業、大阪送電との合併して1921年2月に、 大道電力株式会社となったが、日本水力の権利義務は大道電力に引き継がれたので、三井鉱山の高原川開発の提携先は大道電力に変わった。そして翌1922年8月1日、三井鉱山が許可を取得ないし出願中の高原、川本流、同志流の推理権を基礎として、電気事業並びに付帯事業を共同経営する目的で、 三井鉱山と大道電力の共同出資により、上岡水電株式会社が設立された。資本金は500万円。代表取締役会長には、三井鉱山の牧田玉木が就任し、取締役には、大道電力の増田次郎など三井、大道から2名ずつ、監査役には、両者から1名ずつが送られた。一方で新会社の職員はすべて、三井鉱山からの出向であった。 本社は東京市日本橋区本川山地五番地に置いた。会長となった牧田玉樹は当時三井鉱山取締役で、1934年より同社でも取締役会長を務める人物。1936年に牧田が三井鉱山を引退し、ついで設立以来の上岡水田会長を1936年10月に辞任すると、 取締役兼上岡水田建設事務所所長の大野徳風が取締役会長兼常務取締役という形で公認となる。大野が1938年2月に死去すると3月、小形二郎が第三大会長となるが翌年3月に辞任、以後会長不在となった。上岡水田の設立に先立つ1920年4月21日、三井鉱山は 上岡工業所内に、上岡水田建設事務所を開設し、高原川支流の、あと、津川第一水力の開発に、着手、同じく支流の、孫母谷川水力と、高原川本流の、高原川第四水力の建設準備を始めた。あと、津川第一水力、すなわち後津発電所の工事は1920年、下木より開始された。そして、 同発電所は1924年12月に落成して運転を開始した。その概要は以下の通り、後津発電所の建設工事はすべて三井鉱山の名義で行われ、運転開始後の1925年7月になって三井鉱山から上岡水田に譲渡されている。三井鉱山が発電所を建設し、それを上岡水田が譲り受けて運転する。 という、この特殊な事業構造はその後の発電所にも適用された。後津発電所の発生出力は三井鉱山上岡工業所への供給分を除いて、発電所渡しにて大道電力へと売電された。この時点ではまだ関西方面への送電線は建設されておらず、この電力は大道電力の手によって、同社傍径の立山水力電気へと供給された。 跡津発電所に続いて1925年11月、高原川支流の村母谷川水力、すなわち中山発電所の建設が三井鉱山により着手された。中山発電所は1926年7月に完成。工術の伊賀谷発電所に建設工事用の電力を供給するための発電所であり、伊賀谷発電所予定地までの 1.6km に、 送電線を仮設して、同年10月より送電を開始した。発電所の概要は以下の通り、中山発電所は、伊賀谷発電所の完成後、同発電所とともに1931年1月に、三井鉱山から、上岡水田へ譲渡された。三井鉱山が1919 19年7月に、水利権を得た、高原川大温水力では、 同社の手により、井の谷発電所が1923年10月に着工された。岐阜県吉木郡船津町大浅土にて、高原川本流にダムを構築し、富山県上新井川郡大沢の村大浅、井の谷まで同水して同地に発電所を設ける設計である。1929年6月に完成し、7月1日より発電を開始した。前日の通り、 完成後の1931年1月に中山発電所と共に三井鉱山から上岡水田へと譲渡されている。発電所の概要は以下の通り、伊賀谷発電所と中山発電所の発生電力は三井鉱山では消化できないため、すべて発電所渡しにて大道電力に売電された。なお、大道電力は上岡水田から受電した電力を 立山水力電気に供給していたが、1927年上期からは、日本電力を通じて、大阪方面へと送電するようになり、ついで、日本水力の計画が元となっている、昭和電力北陸送電幹線が1929年6月に、富山県から大阪府まで完成すると、昭和電力が発電所渡しにて、上岡水電から電力を購入、大阪で、 大道電力へと供給する体制へと変更された。東町発電所井の谷発電所の完成後、上岡鉱山の需要増に応ずるため、三井鉱山は、後津川の土第一発電所の出力を増強すると、共に、1935年には、出力 1100kW の土第二発電所を建設した。ただしこれらの発電所は、上岡水田に譲渡されていない。 一方、上岡水田は、高原川上流や支流スゴ六川などでの推理調査を続け、1934年には、倉柱川の推理券を出願した。上岡水田は、その後開発計画を再検討し、かねてより申請していた高原川の推理券と、倉柱川の推理券を統合、発電所を一箇所に絞って開発する計画を、 立案して1937年9月に工事、実施認可を申請する。これに対して当局は、工期や資材の関係から分割して発電所を2つとするよう内示したため、上岡水電は上流側を東町発電所と命名しここを先に建設することとした。東町発電所の建設準備中であった1938年に電力管理法が交付され、 8月には関連する直例により着工されていない出力 5000kW 以上の新規水力発電所は全て国策会社日本発送電が行うこととなった。東町発電所は出力3万 1300kW であるため、これにより権利が上岡水源から日本発送電に移った。日本発送電は1939年10月。 東町発電所の建設命令を受けるが、建設要員の準備を終えていた、上岡水殿が、同社に代わって、出願手続きや、志向監督の一切を請け負い、上岡水殿の手で1940年3月に着工。1942年4月に1号機、9月に2号機を完成させ、日本発送電に引き渡した。なお、 上流側の東町発電所に対して、下流側は、牧発電所と命名され、上岡水田ではなく、日本発送電が直接寄港した上で1942年に運転を開始している。上岡水田は1932年1月、井の谷と東町を結ぶ三井鉱山の軌道を譲り受ける許可を得て、同年3月8日付でこれを実施した。上岡軌道と呼ばれた線は、 明治末期から大正にかけて付設された、上岡鉱山の馬車軌道が前進で、1923年に軌道法に準拠する軌道となった後、1927年から三井鉱山が運営していた。上岡水田がこの軌道を運営したのは、ダム建設により不可能になる河川を用いた木材流層を代替するためである。三井鉱山が高原川第 e 水力の水利権を得た当初、 会社は流材への配慮を義務付けられていた。水利券の許可条件にダムへの流木路設置並びに使用水量1100立方弱のうち400立方弱の放流が盛り込まれていたのである。しかし、これでは発電事業として採算が取れないので、岐阜県、富山県当局や高原川上流地域の国有林を管轄する大阪営林局と交渉し、関材をすべて 上岡軌道にて陸送支流材を代替する大阪営林局と陸送に関する協定を締結するという条件で流木路設置、使用水量制限の許可条件解除の許可を得た。そして実際に大阪営林局との協定の交渉を進める都合上、上岡軌道を自社の所有とする必要があったため、上岡水田は前日の通り 譲り受け価格は57万5千円であった。大阪営林局との協定は交渉の末、1935年11月に締結された。協定により、上岡水田は、上岡軌道の輸送力増強、軌道の延伸並びに、船津営林所森林軌道との接続、貯木場の新設を義務付けられ、さらに関材を、流送相当額の運賃にて、 上岡軌道で輸送することとなった。また、上岡軌道は、艦材輸送のほか、奇襲木材との流木葬儀にも関係した。同社は1926年以来、同じく北陸を流れる小川において、観光流木権を侵害するとして、ダム建設を進める小川水力電気並びに昭和電力に対して訴訟を起こしていたが、高原川でも、 伊賀屋発電所のダム建設により木材流送が不可能になったとして損害賠償を求め訴訟を起こした。奇襲木材は流木権を主張して実際に高原川上流から多数の木材を流送して争ったので上岡水電話ダムに仮流木炉を設けて流木を下流へ流化させ、さらには上岡軌道を用いて流木を運搬することで対抗した。 この飛襲木材との葬儀は、高原川に関する限り、上岡軌道を三井鉱山から譲り受けて、木材流送の代替輸送機関を確保した、上岡水田に有利に展開。最終的に内務省の仲介で、昭川での葬儀も含めて和解が成立し、1933年に、飛襲木材と昭川水力電気、昭和電力に、上岡水、田を加えた4社が、 共同声明を宣言して、すべての紛争が集結している。1938年4月、昭和に入って、以来の懸案であった、電力国家管理問題が決着、電力の国家管理を謳う、電力管理法が交付されるに至った。これによって、全国の電気事業者から、火力発電所と使用送電線を現物出資させて、翌1939年4月に、 国策電力会社日本発送電株式会社を設立することが決定した。その後出資すべき設備の範囲が確定し、33の事業者を対象に発送電設備の現物出資が指示されたが、この時点では上岡水電は対象に含まれなかった。しかしながら、親会社の大道電力は全固定資産の4割に相当する設備の出資を命ぜられ、 最終的にすべての資産、負債を日本発送電へと継承させる道を選んだため、1939年4月2日付で解散した。大道電力の解散により、同社が保有する上岡水電の株式は日本発送電に継承され、電力の供給先も同社へと切り替わった。また電力管理法の影響により新規の水力開発が不可能になり、 建設準備を進めていた東町発電所の権利が日本発送電へと移行したのは前日の通りである。日本発送電の発足後、日中戦争が拡大する中で、政府は電力国家管理の強化を施行し、水力発電所を含む主要電力設備を日本発送電に帰属させることを決定。直令により電力管理法施行令を改正し、1941年5月、 同年8月の2度にわたり、全国の電気事業者に対して、設備の出資命令を発した。出資期日は1941年10月1日か、翌1942年4月1日のいずれかで、第一次出資には27、第二次出資には23の事業者がそれぞれ指定され、第一次、第二次合計で、水力発電所292箇所、火力発電所9箇所、 送電設備297路線、変電設備25箇所に及ぶ電力設備の出資が命ぜられた。日本初送電設立時には設備出資の対象とならなかった上岡水田だが、1941年5月広告の出資命令により日本初送電への設備出資を命ぜられた。対象となったのは、井の谷中山両発電所と両発電所間を結ぶ 送電線である。同年10月1日付で出資は実施され、設備の評価額が717万5699円50銭とされたため上岡水電には、日本初送電株式14万3513株が割り当てられ、残額の49円50銭が現金にて交付された。なお、日本初送電は、井の谷、上岡水電が建設を引き受けていた。 日本発送電東町発電所は、前述の通り1942年9月までに、完成した。また長年調査を進めていた高原川本流、支流のすごろく川、鎌田川における約8万7 0 0 0ットに及ぶ、電源開発計画も、電力管理法により断念せざるを得なくなり、一方で、既存事業の中心であった、伊賀や、 中山両発電所を日本発送電へと出資したため、会社の存在意義を喪失した。各して、会社に残った後津発電所と上岡軌道を、親会社の三井鉱山に譲渡し、さらには、全職員、従業員を無同社に引き継いで解散することを決定、1942年9月30日付で、解散して、上岡水電は消滅した。 解散後の生産事務は1947年まで続けられた。上岡水電から日本発送電へ出資された伊賀や中山両発電所は太平洋戦争後の1951年日本発送電の解体とともに北陸電力株式会社へと引き継がれた。また三井鉱山へと戻った後津発電所は戦後すごろく側に建設された金城の発電所とともに 引き続き、上岡工業所の事業を支えることになる。ありがとうございます。